こんにちは。私は普段、ボイスロイド動画を投稿しております。かやと申します。私の動画は、オチに謎かけを入れることを定番としており、視聴者さんから、どうやって考えてるのか、教えてほしい、という声をよくいただきますので、今回は謎かけの作り方を解説しようと思います。さて、早速ですが謎かけには、2種類の解き方があります。一つは同音異義語系の謎かけ、もう一つが意味系の謎かけです。同音異義語系は、私やねづっちなどが得意とする音との結びつきで解くパターンです。例えば、投稿と投稿をかけたりといった具合です。対して意味系の謎かけは、それぞれのものの性質を述べるものです。最も有名な意味系謎かけを一つ紹介しましょう。スカートとかけまして、結婚式のスピーチと解きます。その心は、どちらも短いほど喜ばれます。ちなみに同音異義語系だと、スカートとかけまして、結婚式の招待状と解きます。その心はどちらも見に来てほしいです。このように2パターンある解き方ですが、個人的には同音異義語系謎かけをおすすめしています。というのも、意味系謎かけを面白くするには、皮肉、自嘲、下ネタなどをうまく活用して、さらに答える時の演技も必要になります。例えば、ニコニコ大百科であった意味系謎かけ。子供とかけまして、ロケット風船と解きます。その心は、大きくなればなるほど、手元を離れて遠くへ行ってしまいます。いや、これが悪いとかじゃないんですよ。実際こういう意味系謎かけは、笑い点とかでよくありますし。ただ、それは役者の演技や、呼吸の入れ方が上手いから面白く見えるので、素人がやるとしらけてしまう可能性があります。実際こういう意味系謎かけは、三遊亭円楽師匠がよく政治ネタを絡めて使いますが、その時の観客の反応は、はっはっはではなく、おお、なんですよね。ということで今回は、同音異義語系謎かけの作り方をざっくり解説します。まずはお題、これは何でもいいですね。例えばパソコンにしましょう。次にパソコンに関する言葉を連想します。マウス、キーボード、ブルーライト、ずっと使うと目が疲れる、ネット、ETC。その中で、メモリというワードがピンときました。メモリはメモリと同音異義語ですね。同音異義語が見つかったら、メモリに関連する言葉を見つけます。はい、これで一つできましたね。パソコンとかけまして、大中継と解きます。その心は、どちらもメモリが大事です。この解き方が、基本であり全てです。もうお分かりになったと思いますが、お題が出たら先にオチの部分を考えて、そのオチからお題に絡めた、丸々と解くを考えるのです。この方法はねづっちも採用している謎かけの極意です。さて、じゃあもう一つ、マウスがお題に出たら、関連するワードを探します。握る、ボタン、ポインタ、カーソル、レーザー、LED、ホイール ETC。Bluetooth のところでピンときました。無線、有線です。無線は、無線とかけて、無線飲食とかで作れそうですが、どちらも無の字が入っており、芸術点はそう高くありません。では有線では、有線。いいですね。これでもう、マウスとかけまして〇〇と解く。その心はどちらも、有線〇〇でしょう、という答えができます。有線と聞いて思いつくもの、バスや電車での有線席でしょうか。これで、バスと解きます。その心はどちらも、有線があります、でもいいのですが。もう少し考えて、歩行者有線もありだな、と思いました、ということで。マウスとかけまして、横断歩道と解きます。その心は、有線があります。こんな感じで考えています。さて次はあまり、よろしくない謎かけをご紹介。ダジャレはダメ。ジョギングとかけまして、犯罪者と解きます。その心は、どちらも苦痛が必要でしょう。ギルティー。マイナス50静岡ポイント。これはただのダジャレです。基本的に面白くありません。素人が使うには危険です。ただし面白いダジャレもないこともないです。ペンギンとかけまして、ダダをこねる子供と解きます。その心はどちらも、あれ、皇帝。どうよ。あまり使わない言葉を使うのもダメ。日本刀とかけまして、倒産寸前の会社と解きます。その心は、同商銘柄であっても配当はありえません。配当って何すかい？そういう難しい言葉を使うのはおすすめしません。逆に芸術点が上がるポイントを2つ紹介します。1、複数の言葉で書ける。かとかけまして、立ち見は嫌だと解く。その心は、座れたら感染するでしょう。うん、いいじゃないですか。こういう2つの同音異義語がかかっていると芸術点が上がりますね。ただしニコニコだと別に座れても感染しないぞという野暮なコメントがつく。ひれ目違いの謎かけ。就職とかけまして生まれたばかりの赤ん坊と解く。
その心は、泣いていないはいけません。これは、同じ読みでも、切れ目が異なるタイプの謎かけで、作るのが大変難しく、その分芸術レベルが高いものです。自分で作れた時はすごくワクワクします。ただしこの謎かけはニコニコだと、帝王切開だと泣かない場合があるぞ、という野暮なコメントが流れる。さて最後に、普段私がどのように考えて、オチの謎かけを作っているのかを解説してみようと思います。例えばこちらの動画、デラーノベルが炎上したという話題を取り上げたものです。まずはお題を考えます。できるだけ答えが浮かびやすそうなお題を考えます。デラーノベル単体だと、関連ワードが、チャットとかキッズとか英語カタカナが多くて、同音異義語を探すのが大変そうです。では、無断転載をお題にしては、関連ワードは、違反、著作権、勝手に使う、勝手など様々な同音異義語があるな。これは一応キープ。では、著作権というお題はどうだろう？関連ワードは、作者、違反、創作物。創作とかけられるな、これはキープ。このように、答えが出やすいお題を考えます。それでまず考えたのが、デラーノベルとかけまして、ガブガブ君ユーザーと解きます。その心はどちらも、焼酎好みます、というもの。あんまり、ニコニコだといまいちだな、とどこからともなく現れる謎かけ酷評おじさんに文句を言われてしまうだろう。じゃあ、ノベルをお題に考えては、ノベルで関連は、作者、作家、遂行、クソ、久米田先生があんないい作品を出すから、作家謎かけ鉄板の各仕事と各仕事が使えないじゃないか。遂行でいけるが、これも謎かけ酷評おじさんに文句を言われそうだ。もう10分くらい考えてる。あと5分考えて思いつかなかったら、小説とかけまして〇〇と解く。その心はどちらも、遂行しますで終わらせよう。闇に電流走る。待てよ、ノベルは〇〇ノベルでいけるんじゃないか。〇〇ノベルだと、切れ目の異なる芸謎かけになり、芸術点が加算される。ベル、電話、ダメだ、あと少し。あ、ノベルでいけるわ。何をノベルんだ？これまでに出た関連ワードを探せ。無断転載、天才。これでいけるわ。テラーノベル問題とかけまして、ノーベル賞受賞式のスピーチと解きます。その心は、どちらも、天才、ノベル。まあ、複数の同音異義語がある、プラス30とんかつポイント加算といったところか。こんな感じで考えています。一度やってみるとパズルみたいで、なかなか面白いですよ。皆さんもやってみてはいかがでしょうか。それでは最後に、私から皆さんにお題を出させてもらいます。お題は、夏祭り、野球、猛暑。秀逸な謎かけをお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。